いよいよ、ようやく、やっとこさ。ライブドアニュース、2019年8月1日。日本が韓国をホワイト国から 100% 除外。安倍首相の最側近が確信。ざっくり言うと、安倍晋三首相の最側近とされる甘利明氏が、韓国のホワイト国除外に言及した。産経新聞などによると、番組で 100% 韓国除外に向かうと述べたそう。また、韓国の不買運動については、必ず韓国企業に跳ね返ると語ったようだ。これは中央日報の記事をまとめたものです。8月1日。安倍首相の最側近、ホワイトリスト、韓国除外は 100%。もう、あかんのよ。ダメなのよ。無理なのよ。ご愁傷様。で、中央日報の記事については、割愛。タイトルだけ。産経新聞行きましょう。7月31日。自民、甘利氏。韓国除外の閣議決定は 100% 向かう。自民党の甘利明選対委員長は31日、夜の BSTBS 番組で、政府が韓国向け輸出管理厳格化をめぐり、貿易上の優遇措置を適用するホワイト国から韓国を除外する政令改正を8月2日にも閣議決定する方針について、100% 閣議決定に向かうと述べた。とても嬉しい話題ですね。で、甘利さんは、ホワイト国というのは特別扱い国で、アジアでは韓国だけに与えられていると指摘した上で、特別扱い国から普通の国に戻すだけの話だ。金融措置でも何でもないと強調した。せやねん。残念ながら普通の国に戻すだけで、申請したら帰んねん。アホらしい。って感じやねんけど、まずは、よかったよかった。また、韓国で起きている日本製品の不買運動が及ぼす日本企業への影響については?影響はない。必ず韓国企業に跳ね返る、静観していればいい。と語った。これね、お友達がちょっとだけ録画して私に送ってきてくれてんけど、司会者必死やった。あんた、韓国側の人みたいやで。気ぃつけた方がいいで。って、アドバイスしたくなるような慌てぶりやったで。特別扱いをやめて普通の国に戻るだけの話なのに、なんでこないに大騒ぎになっているのかがようわからんことにしとこう。韓国だけでなく、日本の有名著名人マスコミの皆さんが大慌てしているような気がすんねんけど、まあそれはめんどくさいので気のせいということで片付けておきましょうか。私の動画を好んで見てくださってる方には胸のすくニュースだと思います。ほんと嬉しいよね。ホワイト国除外のニュースから毎日楽しくて仕方がないのは私だけじゃないでしょうね。みんなそうよね。